はい、ということで今回は東京都西多摩郡檜原村にございます貴船伊龍神社さんに来ておりますということで、本当にね、久しぶりの動画公開になりましたが、貴船伊龍神社さん、私実はこれ2度目の公開になりますが、実は私ね4回ぐらい参拝に上がっております。私とっても大好きな、とっても素敵な神社ですので、必ず最後までご覧になってくださいということで、この貴船伊龍神社さん、名前からするとね、どう考えてもお神の神、高お神、倉お神をお祭りしている神社だと思われますが、一応公式な御祭神は国とこたちの御事と猿田彦の御事、そして田力尾の御事というふうになっております。もともとはね、国とこたちの御事と不動明王をね、御祭神としていたそうでございますが、言うまでもなく明王というのは、仏教系ですね。大黒天とか弁財天とか、というのはね、仏教系であっても普通に神社にね今でも、お祭りされておりますが、不動明王はね至る所と言っていいぐらい水のあるね、神社さん、至る所今でもいらっしゃるんですけれども、なぜかね、大黒天や弁財天と同じようにはお祭りされてないという、何がその差を生んでるのかっていうのがちょっとね私の中では不思議なんですが、以前公開しているどこかの動画で私一回言ってるんですよ。不動明王はね、個人的にはもうね神道系の神というふうにもみなしちゃいますみたいなことを言っております。で、今映しております、これね、ちょっと見えておりませんが、滝、今回ねちょっとね水の量が少なかったです。水の量が少なかったんですが、最後の最後の映像であの滝の下のところにね私降りております。はい、ぜひねそこまで見てくださいということで、こちらのね、貴船伊龍神社さん、明治3年に、不動明王さんがね御祭神ではなくなっているはずです。その時に貴船神社という名前になったようなんですが、貴船神社っていうのは言うまでもなく京都のね神社で、私午前4時に奥宮さんに参拝に上がっている動画がね、すでに公開されております。とっても美しい動画ですが、貴船神社はねお神の神の神社ですんでね、やっぱりここお神の神いらっしゃるんじゃないかなと今でも思っております。そして左の奥に見えているのがとってもとっても美しい岩倉でございます。とっても美しい岩倉でございます。人それぞれね、あの岩倉の形を見て何を感じるか分かりませんが、おむすびを感じる人もいるかもしれません。しかしあのスライムのようなね形に思う人もいるかもしれません、世代によってはね。だけど私はね先ほど見た時に思ったのはもうね宝珠です。宝珠とも言いますが、神道は濁るのを嫌うので宝珠とあえて言いますが、何でも願いを叶えてくれるという玉、その宝珠にね宝の玉に私には見えました。はい、でちなみにあの漫画のねドラゴンボール、龍さんが持ってるあの玉もね、あれもドラゴンボールって言うんでしょうけど、意味としてはなんかね、あの願いが叶う玉というね意味がねあるそうですよ。ちょっとあの私ちょっと検索してちょっと調べた程度なので、はい、しっかりと読んではいませんが、あれもねこの宝珠と同じ意味を持った玉ということでございます。まあ実際に龍さんがね、あのどこにでも龍さんいらっしゃいますよね、神社でもお寺でもね、持ってるのはあれ宝珠だと思います。はい、で私の大好きなこの岩倉の横に階段ございます。この階段の奥にね祠一つございます。で、このね神社さん名前書いてないんですが、おそらく、手前の左側に砲弾のね形をしたものがあるので、おそらく英霊の皆様をねお祭りした神社ではないかなというふうに思います。はい、おそらくそれで間違いないんじゃないかなというふうに思います。はい、とってもね、綺麗な綺麗な、そして東京都とは言いながら東京とは思えないね静かなところでございます。この後ね、岩倉を見つつ、
そして、参拝をしていただければと思います。いいですね。ただね、私ね、4回参拝に上がってるんですけどね、今だかつてこれほど雨がよく降る私でありながら、貴船移流神社さんでの雨はね、未だないんですよ。雨に行きたい、雨に会いたい、本当に次回の時こそ雨というふうに思っております。はい、とっても美しい岩倉でございます。はい、ということで今からね、拝殿の方に参りたいと思います。先ほども申しましたが、こちらは国常立ちの御事ということで、まあ、日本書紀大和木のね、方のね、神というふうに思っていただければと思います。国常立ちの御事、そして、猿田彦の御事、そして、田力王の御事をお祭りしている貴船移流神社さんでございます。あと、きっと、お神の神、最高龍神もいらっしゃると思います。どうぞ、ご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。私のね、とっても大好きな貴船移流神社さんでございます。いいですね。先ほども申しましたようにね、今からあの滝の下の方にね、向かいたいと思います。皆様、今年のゴールデンウィークはいかにお過ごしでしょうか。私はね、ゴールデンウィークっていうのは人がどこに行っても多いということで、まあ、基本街中に出ることほぼないんですが、図書館以外で、どこにも行っておりません。一日中朝から晩まで編集をしております。はい、今年になってね、ちなみにテレビをつけたことは私、今現在が5月の4日なんですが、テレビをつけたことは1回しかございません。まあ、もうもしかしたらね、あともう1回つけるんでしょうかね。はい、ということで、貴船移流神社さん、今から滝の方に向かっております。言い忘れておりました。私の動画ではね、いつもね、下の動画説明欄、概要欄にね、こちらの神社さん、貴船移流神社さんの Google マップの地図の URL 貼っております。ぜひぜひね、位置確認のためにぜひご覧になってください。そしておすすめ動画、関連動画4本か5本か6本載せておりますので、1本か2本か3本はぜひぜひ見てください。そして再生リスト、これ5歳人別と地域別のね、再生リストございます。ここで言えば関東ですね、再生リストあります。ぜひ見てください。あとね、5歳人別っていうことで言えば龍が関係する神社とかね、そういう風に分けております。あと瀬織姫とか、あるいはね、大和たけるの御事とか、イザナギイザナミとか、そういう形で分けておりますのでね、ぜひご覧になっていただければと思います。これね、下に降りております。で、うまく見えないんで、この後ね、また右側にちょっと回り込みます。はい、なかなかね、今回本当最初にも申しましたように、水があまり多くなかったんで、迫力がある映像にはなっておりませんが、とってもね、素晴らしい神社、貴船移流神社さんでございます。先ほども申しましたが、私毎日18時30分に、毎日動画更新しておりますんでね、ぜひぜひご覧になってください。なかなか見られない方はね、一日時間が取れるときまとめてご覧になっていただければと思います。そして、できればね、高評価とコメントもしていただければと思います。ということで、ぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてまた明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。